黒いの。これ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 この猫。え、大丈夫大丈夫大丈夫。めっちゃ他の匂い、猫の匂いするからじゃないですかね、俺。すごいね。これやっぱり2ヶ月ぐらい経ってんですか、これで。経ってないね。2ヶ月経ってないですね。ちょっとこの猫、俺持ったら母親ギャーってなりますかね。大丈夫、大丈夫、大丈夫。あ、行っちゃって。行っちゃったか。私持ってダメ？あ、いいっすよ。いい。ただこう動画にだけ撮って。はい、撮った撮った。じゃあこれね。暗いな。暗いよね、ちょっと明かりね、ちょっとつけないとダメ、はい、あれ？これもごちゃごちゃだね、なんだかね。あら、ちょっとね、目がね、目がね、なんかね、3匹ぐらいね、ちょっと目が悪い。で、結局赤ちゃんは何匹いるんですか？7匹なんですね。全部この黒白8割。え、違う。これが3匹。はいはい。あとほら、さっきのグレーとか4系か3系かな。あれが4ついるんですよね。だから。まずお宅の黒ちゃんが産んだわけですね。うん、違う。うちの黒が産んだのは、うん、この猫と、うん、あともうちょっと大きくなった猫を産んだわけね。ね。それで、あ、これ、この黒子っていうのがね。はい、の毛色の方がみんな美形なんですね。年恋のよう。よし。8月6日。はい。8月6日なんかですかね。なんかすごく大変だったみたい。喘息なのかなと思って連れてったんですね。それで一回だけでなんかあと治ったみたいだから連れていかないんですけど。じゃ、要はだから子猫が8匹の。子猫今7匹、1匹亡くなってるから。7匹の。うん。親が1匹。親が1匹の、うん、あと2匹のほら、できれば。めんこいでしょ？はいはい。ちょっと痩せてるね。そう、もう食べても食べてもほら、だって。うん、食べても、はい、9匹だもん。はい、おいで。ね、コクロチ。授乳中の割には穏やかなんじゃないですか。そう、穏やかでしょう。うん、まあこれはあれけど、まあ、普通ね、授乳中だったらこうシャーフーって大変なんだよ。痛い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 。うん、黒いの。これ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 この猫。え、大丈夫？